妻をびっくりさせようと連絡をしないで出張先から帰ってみたら、妻と僕の友人がベッドの中にいました。妻は僕が出張から帰ってくるまでに綺麗にするつもりだったなどというのですから呆れたものです。僕は電話しないでいきなり帰ったことを後悔しましたが、妻の本性が分かったのでこの方が良かったのかもしれません。僕の名前は文雄、60歳になったばかりです。数年前に長年勤めた会社を辞めて友人が立ち上げたバイオ関連の会社に入りました。まだ小さな会社ですが、僕は将来性があると見込んで転職しました。もう60歳ですから、本当なら定年を迎える年齢ですが、小さな会社なので定年などという区切りもなく継続して勤めることができています。僕は現在友人の会社の親会社がある都市に長期出張しています。そのため妻とは離れて暮らしています。出張して1年近くになりますが、最初の頃は半月に1回は妻の元に帰っていたのに、今では月に1回だったり、仕事が忙しいと2ヶ月以上帰らないこともあります。妻は専業主婦なので一人でいると寂しいのかと思いきや、近所に住む友達と頻繁にランチをしているようで楽しくやっているみたいです。バイオの仕事は忙しい時と暇な時の差が激しく、忙しいと徹夜になることはあるので、僕の年齢ではちょっときついのですが、なんとか頑張っています。僕が長年勤めた会社を辞めて将来性があると見込んだ友人の会社に転職したのは、妻に楽をさせてやりたいからです。僕が勤めていた会社は一流企業ではないので、それほど給料が良いわけでもなく、ボーナスもあまり出ませんでした。そのため僕の給料だけでは足りないので、妻はずっとパートをして家計を助けてくれました。僕たち夫婦には子供が2人いたので、幼稚園や小学校の頃は子供の世話とパートの仕事と家事をこなさなければならず、大変な苦労をかけました。僕はずっとそのことで妻に申し訳ないと思っていました。友人の会社の経営が軌道に乗れば給料もずっと良くなるはずなので、僕はそこに期待して転職しました。だから友人の会社には何としても成功してもらいたいという気持ちが強く、そのためには土日も出勤して頑張る必要があるため、妻の元に帰る頻度が減っていくことになりました。妻の元に帰れなくても、僕は毎日のように妻に電話をしていました。妻はいつも元気な声で話してくれるので安心でした。一人で寂しくないかと聞くと、お友達がいるから全然平気よと笑っています。それを聞いてさらに安心して、僕は仕事に励んでいました。最近は土日とも休みなしで働いたり、土日のどちらか出勤することが多かったのですが、仕事に余裕ができて珍しく土日が2日とも休めることになったので、久しぶりに妻の元に帰ることにしました。でも普通に帰ったのでは面白くありません。前もって連絡してから帰ると、当然ながら妻は驚きもせず普通の顔で僕を出迎えます。僕は妻の驚く顔が見たいと思ったので、今回は連絡しないでいきなり帰ることにしました。今にして思えばこれがいけなかったのです。ちゃんと連絡して帰っていれば、あのような場面を見ることもなかったでしょう。でもいきなり帰ったからこそ妻の本性は分かったので、むしろ良かったと言うべきなのかもしれません。僕は土曜日の始発の新幹線に乗って妻の元へ向かいました。僕は妻が好きな銘柄のワインを買って帰ることにしました。妻はワインが大好きなので、きっと喜んでくれるでしょう。
僕は新幹線の窓から広がる景色を見ながら、心がゆっくりと癒されていくのを感じました。新幹線を降りて在来線に乗り、最寄り駅で降りれば10分ほどで家に着きます。まだ8時過ぎなので、妻は起きたばかりか、朝食を食べている頃ではないでしょうか。もしかして夜更かしをしたならまだ寝ているかもしれません。僕はいろんなパターンを想像しながら歩きました。そして家の前に着くと、合鍵を出してそっと玄関のドアを開けて中に入りました。まだ寝ているかもしれないと思ったからです。玄関にふと男物の靴を見かけました。おそらく僕の靴だろうと思って通り過ぎました。だって僕以外の男物の靴があるはずがありませんから。妻は台所にもいないし、朝食の準備もしてありません。リビングに行ってみると、テーブルの上にビールの空き瓶とコップが2つありました。さらにカーペットの上には宅配ピザが入っていた空箱が無造作に置かれていました。ということは、昨夜のこの家に誰か来たことになります。そして妻はその人物とビールを飲みピザを食べたのです。僕は先ほど玄関で見た靴を思い出しました。あれが昨夜来た人物の靴なら、その人物はまだ家の中にいることになります。僕は急に胸がドキドキしてきました。まさかと思いつつ部屋の中に入り、奥にある寝室のドアをそっと開けると、乱れたベッドの上に男女の姿がありました。そこにいたのは妻と前に僕が勤めていた会社で同僚だった男でした。一体何が起きたのでしょう。僕は急に頭がクラクラして立っているのがやっとでした。どういうことか説明してくれという僕の声で、ベッドの二人はバネのように勢いよく起き上がりました。なぜここにいるのと妻がわめき出し、元同僚は頭を抱えて右往左往しています。とにかく話ができる状態ではないので、落ち着いたらリビングに来てくれと言って寝室を出ました。10分ほど経って二人が神妙な顔をしてやってきましたが、妻と二人だけで話がしたいので、ひとまず友人には帰ってもらいました。妻は僕と二人になるとしくしく泣き出しました。僕は妻が泣き止むまで待って、こうなったわけを聞きました。僕の留守中に元同僚にいろいろ相談に乗ってもらっているうちに、こうなったと妻は説明しました。この元同僚は前の会社で一番仲が良かった男で、信頼していただけにショックでした。僕は元同僚を何度か家に呼んで、妻と一緒に食事をしたこともあるので、お互いに連絡先は知っていました。元同僚と妻は半年前からこうなっていたそうです。あなたが出張から帰ってくる前に、きれいにするつもりだったと妻は言いました。つまり、僕が出張している間、元同僚と適当に遊んで、あとはそしらぬ顔で、僕との生活に戻るつもりだったのです。僕は妻の言葉に唖然としました。なんて勝手な言い草でしょう。僕はこれから妻との関係をどうするか考えましたが、すぐに結論が出せるような簡単な話ではありません。もちろん離婚も考えました。でもこれまでずっと尽くしてくれた妻を簡単に切り捨てるわけにはいきません。そこで僕はとりあえず家庭内別居をして、妻の態度を見ながら心を決めることにしました。あれから妻は何度も何度も僕に詫びてくれました。妻が心から反省しているのがわかります。妻は僕が長期出張になって寂しかったのでしょう。僕はすでに妻を許す方向に気持ちが固まりつつあります。
なんといっても長年連れ添って僕を支えてくれた妻ですから、やはり僕にとっては大切な存在なのです。ご視聴いただきありがとうございました。はあ、許せるんですね。私がご主人の立場だったらどうかな。その徹底的な場面が忘れられなくて引きずってしまいますが、皆さんはどう思いますか？よかったらコメントをお願いします。まだチャンネル登録をされていない方はぜひ登録して他の動画も見ていただけたら嬉しいです。私はマサエ、62歳です。私は今、夫以外の男性と月に2回ほど会ってます。相手の方は私と同い年で独身です。趣味のサークルを通して知り合いました。気軽にお話ができる男友達がこの年になってできるなんて新鮮な喜びでした。でも気がついたらいつしか男友達が彼氏になってました。男女の関係を結んでしまったんです。もちろん夫には内緒です。絶対に夫には知られたくありません。だって夫のことは大好きだから失いたくありません。私が夫に一目惚れして付き合いを始めました。優しくて穏やかで顔も仕草も全部好きで、彼以外の誰かを好きになるなんてこれから先も絶対にありえません。そんな夫をなぜ裏切ってしまうのか、矛盾してると自分でも思います。申し訳ないし、罪悪感も半端ない。でも、どうしても今は彼氏を離したくないのです。わがままかもしれません。貪欲かもしれませんが、夫にはないものを与えてくれる唯一の男性として、彼氏の存在は必要なんです。夫とはそう、もう何十年も男女のそういった関係はありません。お付き合いをしていた頃から、夫はあれに関しては淡白でした。ドラマや小説で憧れていたような、情熱的に求められるようなことはほとんどありませんでした。特に子供が生まれてからは、完全にそういう関係はなくなってました。私も子育てや家事など忙しかったので、夜は子供と一緒に寝てしまうし、夫からのお誘いがないことがかえって楽だったと思います。だから子育て中はそれほど気にはならなかったのですが、でも子育ても一段落した40代に入ると、やはり女盛りというのか、恥ずかしいけど時折無性に抑えられない欲求に突然襲われてしまい、夜どうしようもないぐらい隣の夫が欲しくて欲しくて身もだえすることがありました。でもとても言葉には出せませんでした。そんなことを言ったら、はしたないと思われるだろうから、恥ずかしくて言えなかったのです。夫は私とは違って、教養があって頭もいい人です。話すことは私の知らないことばかりですが、いつも穏やかで落ち着いて、優しく教えてくれます。紳士的、そんな言葉がとても似合う人です。ご近所の奥さん方からも、よく素敵なご主人ね、と羨ましがられました。私はそんな夫が自慢でした。だからそんな下品なことはとても言えません。当時働いていたパート先で同世代の主婦たちとよくお茶しましたが、結構大胆というか、みんなあからさまに自分たちの夫婦の秘め事などを話していました。中にはとても失礼だけど夜の姿が想像できないような化粧気もない女性が、もう旦那が激しくってなんて言いながら嬉しそうな顔をしてのろけを聞かされると、正直妬みと焦りが出ました。女性としての魅力がなくなってしまったのではと不安になりました。女として怠慢だったかもしれない。だから夫は見向きをしないのかも。でもならば頑張れば機会はあるかもしれない。それから私はさりげなく香水をつけてみたり、普段より肌の露出があらわな少し大胆な服装をしてみたり、ムードをそそるようなことをいろいろと試してもみました。でもそんな私の努力は一向に報われなかったのです。
ああ、私ってもう女性としての魅力がないんだなぁと、そんな風に思うとやはりショックでした。でも愛されてないわけじゃないし、別に夜の関係だけが夫婦としての全てではない。何度も言い聞かせて、布団の中で熱くなった体が冷めるまでじっと我慢していました。だけど本音は夫にもっと愛してほしかった。そんな虚しさは私の中でどんどん膨らんでいってました。諦めと期待と悶々としながら、気がついたら夫も私も60を過ぎていました。孫も生まれて、おじいちゃん、おばあちゃんと呼ばれる年齢になりました。それがまた心地よくも思えてきました。もうこのまま女としての自分に戻ることなんて二度とないと思っていましたし、体がうずいたこともすでに遠い記憶になっていたんですが、それが再び燃え上がるなんて自分でも本当に驚きでした。還暦になってパートを辞めた私は、持て余した時間をどうするか夫に相談しました。何か習い事でもしたらどうかい？夫が優しくアドバイスしてくれて、何の趣味もない私でしたが、川柳のサークルに入ってみました。575のリズムが昔から好きでした。俳句は季語とか何か決まりがあって難しそうなので、親しみやすく感じた川柳にしてみました。でも、やはり奥が深くとても難しいものでした。皆さんが一句作っても私はなかなかうまくできなくて、やっぱり私は頭が悪いなぁとしょげていたら、最初からは無理だよ、そう言って声をかけてくれたのが道夫さんでした。道夫さんは私と同じ62歳、偶然にも生まれ故郷が同じでした。そんなこともあってか、出会って間がないのに冗談も軽口も気軽に話せたのかもしれません。私たちは自然と仲良くなっていきました。サークルの皆さんは私たち以上の年配の方が多く、それぞれ川柳を極めることに集中されています。道夫さんも私もサークルに入って日が浅く、どちらかというと川柳よりもサークルを利用して二人でおしゃべりを楽しむ方が目的となっていました。もちろん最初は単純に男友達ができた、そんな感覚でした。恋したりとか、それ以上を期待するような、そんな横島な感情ではありませんでした。道夫さんに男を意識するなんて思いも抱かなかったのです。サークルでいつになく厳しめの批評をされて、その日は珍しく落ち込んでいました。帰り際に道夫さんから、寄り道していく？と声をかけられて、連れて行かれたところはカラオケ。少し歌えば忘れちゃうよ。そんなこと言いながら、道夫さんは歌っていきますが、お世辞にも上手とは言えず大笑いしました。夫だったら美術館とか、綺麗でナチュラルなレストランとか、そんな場所に連れて行くんだろうな、きっと。そんなことを考えながら、私も歌っているうちにすっかり楽しくなって、道夫さんとノリノリで歌ってました。それから毎回サークルの帰りには二人でカラオケ行ったり、サテンで話し込んだりしてました。私たちの距離が近くなるのは当たり前でした。ある日寒いな、そんな風に私がつぶやくと、道夫さんは肩を寄せて私を包んでくれました。そのままの流れでホテルに行ったんです。悪いことをしてるとか、そんな気持ちもありませんでした。いつものように冗談を言ってふざけながらホテルに入りました。でも、ピンクの照明に照らされた大きなベッドを見たとき、30年ぶりぐらいでしょうか、こんな気持ち。ドキドキして顔も体も熱くほてってきました。道夫さんの顔からもいつもの笑顔は消えて、そして、その日から道夫さんは私に女としての失われた喜びを思い出させてくれました。私はあっという間に道夫さんに夢中になっていきました。独り身だった道夫さんも私のことを本気で好きになってくれて、彼は私に離婚してほしいと懇願してくるようになりました。自分にもう一度女として愛される喜びを与えてくれる彼、私を心から愛してくれる道夫さんを私も好きになっていました。でも夫のことは変わらず大好きなんです。離婚はどうしても嫌でした。かといって道夫さんも話したくない。本当にわがままですが、こればかりは選べません。
道夫さんは私の気持ちを汲んで、今のままの関係を続けていくことを承知してくれました。心を満たしてくれる夫、体を満たしてくれる道夫さん、二人の男性がいることで、今の私はこれ以上にないほど毎日が満たされています。そんなこといやらしい、間違っている、そうかもしれません。でも仕方ないんです。ご視聴いただきありがとうございました。なんとコメントをすればいいのか、本能のままに行くのがいいとも悪いとも私には言えませんし、ただ一つだけ、ご主人や道夫さんがもし目の前からいなくなったら、心や体のバランスをどうされるのかなと少し心配になりました。皆さんはどう思われましたか？よかったらコメントをお願いします。まだチャンネル登録をされていない方は、ぜひ登録して他の動画も見ていただけたら嬉しいです。私はさくら、62歳です。結婚生活も今年で30年になり、親と過ごした年月よりも夫との生活が長くなりました。それでも最近まで夫が何を考えているのか、夫のブログを見るまではわかりませんでした。6歳年上の夫は男ばかり4人兄弟の末っ子で、少し甘えん坊のところがあります。家庭的には子煩悩とまではいきませんが、しっかり働いて子供の世話も見てはくれました。でも、どちらかというと家族でいるよりも自分の世界に浸っているのが好きで、お休みというと朝から趣味に追われてました。子供と遊んでよ。そういえば遊んでくれますし、買い物だって掃除だって言えばちゃんとやってくれるのですが、何をするのも気が回らないというか、言わないとやってくれないところは、正直なところ子育て時代はイライラしました。他で浮気するわけではない、世間的には良い夫なのですが、私にしてみれば何はさておいても家族のことを第一に考えない夫に寂しさを感じてもいました。自分の世界に入ってしまうと夫婦の会話もありません。子供が小さい時など言葉の発達に影響するんじゃないかってそれはえらく心配しました。でも子供たちはすくすく成長してくれました。そしてどういうわけか父親としては満点とはいかない夫に対して独立して家庭を持った今でも父さん父さんと懐いています。夫は相変わらず笑顔だけ向けて自分の世界に入っています。私の方が子供たちにあれこれと面倒を見てきたつもりなので何か不公平さを感じてしまいました。夫とは職場で知り合い、私から好きになりました。おとなしくてどこか影があるようなそんな夫に渋い魅力を感じたんです。当時私の周りは恋愛にも遊びにも積極的でした。ディスコで遊んで朝帰り、そのまま出勤なんて同僚もたくさんいました。どうやって彼女を口説こうか、デートのために女性の喜ぶお店を下調べし、クリスマスに向けてホテルの予約を探す。そんな涙ぐましい努力をして恋愛に命を懸けている、そんな男性ばかり目立っていたように思います。私にはどうしてもチャランポランに見えてしまい、そんな男性たちとは距離を置いていました。そんな中で寡黙な夫はまるで別世界の生き物のようで、私の目には大層魅力的に映っていました。周りの同僚たちがトレンディードラマそのままに、一人二人と結婚し、気がつくと私は独身のまま30近くになってました。結婚か仕事か分かれ道でした。当時の女性は自立を目指すことがかっこいいことであり、仕事も恋もバリバリこなすたくましいキャリアウーマンに憧れていた、そんな時代でもありました。私もそんな一人で独立心は常に旺盛でした。でも同時に自分の家庭を持って大切にしたい、そんな思いも強くありました。小さい頃から長女として家族の世話を見るというのは当たり前のように自然と身についていたからです。気になっていた夫も相変わらず独身でいました。身なりに気を使わず、おしゃれにも縁遠い夫は活発な女子たちのお眼鏡にはかなわなかったのです。夫を幸せにするのは
自分しかいないと思いました。私は俄然力が湧いてきました。誰かの世話になるよりは自分が率先してやってしまう。どちらかというと下町の姉御肌という役割が性に合っていた私は、夫に対して強い母性愛を感じてしまったんです。仕事を辞める決意で夫にプロポーズしました。夫はびっくりしてましたが、素直に応じてくれました。ただ夫が私のことを好きだったのかどうか、そこら辺を全く気にもせずにどんどん進んでいったんですから、今思えば不思議です。結婚してからは夫の世話に明け暮れました。夫の居心地や健康状態をまずは優先に、至れり尽くせりせっせと面倒見ました。これも夫がどう思い感じていたのかはわかりませんでした。女として多少物足りなさもありましたが、家庭の切り盛りをやりくりしているという充実感はありましたので、平穏に過ごしていたんです。しかし子供が生まれてからです。私の中で夫に対して気持ちが変化したのは、忘れもしません。下の子が生まれたばかりでした。私は少し寝込んでしまったのです。上の子の面倒や家事などを細かく夫に伝え、一通りやってもらいましたが、一つの用事が済むと、あとは自分の趣味の世界に入ってしまいます。確かに言ったことはすべてやってくれますが、見渡してみればやることは山とあるはずでした。この人は本当にやる気があるのかしらと、何も言う気にならず悲しくなりました。食欲がない私に出される食事はすべてレトルトでした。お粥ぐらい作ってくれればいいものを、私だったら栄養面を考えてあれこれと面倒を見たはずです。自分で動けないほど情けないことはありません。その後は私の関心が夫から子供へと変わり、いつからかあまり夫のことは気にしなくなりました。時々よじれたシャツなどを着ているとじれったくなりましたが、そんなことよりも子供が優先でした。次々と受験を控えたり、育ち盛りはいろいろと手をかけなくてはなりません。やがて子供からも手が離れ、パートに出た私はますます夫との距離が離れていくように感じました。夫は全く変わらず物静かに自分の趣味に没頭しています。私はというと会社勤めが楽しくて仕事の成果を出すことに生きがいを感じていました。会社の仕事はほどほどで自分の世界を第一とする夫とはここでも大きな違いがありました。若い時私の周りにいた男性は女性との恋愛や楽しい遊びしか頭になく少し苦手でしたが、その世代の男性は年齢を重ね、中堅になって会社を引っ張っていました。彼らが魅力的に思いました。そして私は若い時の楽しみ、例えば素敵なお店に誘われるとか、クリスマスとか記念日に二人でホテルで過ごすとか、そんなロマンチックな喜びを味わってないことに突如として気がついたんです。夫とは甘い思い出がありません。パート仕事が生きがいだったのは、若い時に経験しなかったそんな甘い感情に多少の期待とともに浸っていたからかもしれません。いわゆるよろめきというのでしょうか。危険な年齢、時期だったのでしょう。私は不倫なんか受け付けられない性分ですが、でもその時その状況に置かれたらどうなっていたかわかりませんでした。やがて夫の定年と自分の更年期も相まって、パートを辞めた私はまたせっせと夫の世話を焼くようになりました。夫が一心に趣味に力を入れる姿に何か感動して温かい気持ちになったのもあります。夫はかなり腕も上がり、プロ並みになってきました。やがて思いもしなかったことに、夫は大きな賞をいただくことになりました。その入選祝賀会には夫婦で招かれました。夫を取り囲むようにいろんな人が挨拶をしに来ました。長い付き合いがある方ばかりのようです。そのうちの何人かに言われたのが、私が自慢の妻だと聞かされているというのです。まさかと心の中で思いました。会う人会う人、でもみんながそう言うのです。夫が私を自慢に思うわけないわ。もともと好きだったかどうかもわからないのに、そう思いましたが、まんざらでもなく、帰ってから娘に電話で伝えたんです。しかし、知らなかったの？お母さんにベタボレだよ。そんな娘の一言に驚きました。さらに翌週会った娘からスマホを見せられました。
それは夫が書いているブログでした。娘は前から見ているそうです。趣味を通しての交流や作品などを発信しながら、日々の思いなども綴られています。私のことが書かれていました。不器用だけど、そこには私への思いや感謝がたくさん書かれていました。娘に言われて昔の投稿も見てみました。私がパートに出ている頃のものです。遠くに行ってしまう不安が書かれていました。その頃の私の危ない気持ちに気づいていたなんて思いもしませんでした。その時に作った作品が載っていましたが、暗くて激しい感情が渦巻いていて、普段の穏やかで物静かな夫からは想像できません。私の方が夫を見てこなかったんだな。夫の受賞した穏やかな作品を見ながら改めて感じました。